そんで埼玉。皆さんこんばんは。埼玉出身のうぷ主は、そんで埼玉の自虐ネタが大好き。今回はそんな埼玉を代表する都市、大宮に向かっております。そんで大宮。高島屋前に過去に在籍した選手の足型があります。大宮といえば悲しいことにトップチームの J3 降格が決まりました。もともと強いチームではないので歯車が噛み合わなくなれば崩れるのは簡単で早い。ここから立て直すのを期待しているが運営のやる気が感じられないのでしばらくは J3 でもがくことでしょう。浦和レッズも終盤で失速してるし、埼玉の2チームは何やってるんだ。だからだ埼玉って言われるんだ。2チームとも来年頑張ってもらいたい。今年で引退の南。富山頼むから移籍しないでくれ。今日はWeリーグベントスの応援。参道の紅葉が綺麗です。秋深し。この日の最高気温は9度。秋というより冬の始まり。スタジアム到着。ナックファイブスタジアムはいいスタジアムですが、大宮駅から遠いのが難点。入場待ち。神地家。入場します。巨大アルディ。グッズショップ。スタジアム限定のマッチデイキーホルダー。開場して15分。もう売り切れ。ウプ主はラスト3個でギリ買いました。背番号は誰が出るかを楽しみ。タオルも買いました。15番、林みのり。小雨が降っていて寒いです。バッドコンディション。スタグルは中華。麻婆丼。スタグルでは珍しい。初めて見ました。ででん。動画では伝わりませんが、食欲をそそるいい匂い。いただきます。ピリ辛で味が濃い。山椒も効いていて抜群。うまい。辛さで体が温まる。お供に肉まん。うまい。肉まん片手に、麻婆丼をかき込む。わんぱくすぎる。埼玉人はそこら辺の草でも食ってろ。埼玉解放戦線の皆さん。ではなくベントスサポ。連勝中のベントス。今日勝てば3連勝。柳井新監督のもと、チーム力が若干上がった印象。今年は上位を狙えるか？一方広島は、リーグ戦開幕2連敗。絶対に勝ちが欲しいところ。しかも日程の都合上、中3日でアウェイ。条件は厳しですが、カップ女王の意地を見せれるか。選手入場。今日の主審は外国の方。連勝か。初勝利か。キックオフ。
本日のスタメン。序盤は広島のペース。広島のハイプレスに押し込まれる大宮。望月ナイスセーブ。Weリーグの三笘こと中島義の絶対フリーにさせてはいけない。なでしこジャパンに定着しつつある選手。広島の攻撃が続く。中島が深い位置までエブル。ロフリーで松本が先制ゴール。中島のドリブルと空いたスペースに迷わず走り込んだ松本。広島得意のサイド攻撃。喜ぶ広島サポ。中村監督。大宮のミスから広島が追加点。大宮ディフェンス陣は球際が弱すぎる。白子バトで居残り練習だな。前半終了。後半に入ってからは大宮ペース。前半よりボールを運べるようになった。坂口のゴールで1点差に追いつく。取りかわしてからノーモーションのシュート。素晴らしい。キーパー動けず。指示を出す柳井監督。大宮怒涛の攻め。大宮のセットプレー。惜しい。続くセットプレー。セット、
早く1点が欲しいが決まらず。ゴヤエリコ。兄はジェフのゴヤヒロト。杉沢のシュートは、惜しくもバーの上。ボールが飛んできた。地の近いスタジアムあるある。試合終盤、広島は5バックで守備を固める。試合終了。1-2 で広島の勝利。リーグ戦初勝利。面白い試合でした。去年、一昨年と比べたら格段に良くなっている大宮。攻撃も守備も課題はいっぱいだが、一つずつ積み重ねるしかない。トップチームがダメな分、ベントスには頑張ってもらいたい。ご視聴ありがとうございました。来年のトップチームの編成が気になるところですが、皆さん週末はスタジアム行こうぜ。バーガーキングと飛んで埼玉のコラボワッパー食べて帰ります。埼玉に平和を。